で、石碑は語るとしまして、安城小学校にある石碑、中でもこの霊人救助既得碑ですね、についてお話ししていきたいと思います。伝統ある石碑祭にお呼びいただきまして、本当にありがとうございます。私は小学生の頃、この安城小学校で6年間学んでおります。ですから皆さんと同じように、安城小学校が先生のを育ててくれた、そういう大事な学校です。先生がいるときは、プールはまだありませんでした。体育館もありませんでした。でも正門はありました。それから校長室の横のあの蘇鉄もありました。桜の木もありました。もちろんここにある石の像とか石碑もありました。今日は私の後輩である皆さんに出会えることをとっても楽しみに、そしてまた古い昔に出会えることを楽しみにしております。カシミヤ号についてお話ししますけれども、非常に長くなるかと思います。1、2年生にはちょっと難しいかなと思うかもしれ思いますけれども、最後までしっかり聞いていただけると非常にありがたいです。よろしくお願いします。皆さんと一緒に安城、遺跡も入りますが、両校区のですね、世界に誇る輝かしい歴史に触れながら、先人の取った素晴らしい行動を通して、皆さんと一緒に優しさとは何か、思いやりとは何か、そして人間としてどう生きていけばいいのかについて少し考えられたらいいかなと思うところです。石碑祭りということですので、はい、皆さん、これどこだか分かりますか？ここです。ここですね。一番左側、これは誰の碑ですか？石碑ですか？宮園豊則先生の、ね、顕彰碑。それから真ん中が二宮金次郎、あ、みんなよく知ってますね。そして一番右側が今日の主役である、何ですか？カシミヤ号の既得碑。そうですね、はい。それについていきます。市の指定文化財にもなっている霊人救助既得碑です。霊人とはアメリカ人のことですが、別名カシミヤ号乗組員救助に関する石碑とも呼ばれています。はい、あれ、また同じ写真かと思った人いますか？これはね、実は遺跡小学校にある既得碑なんです。ではどうして安城小学校と遺跡小学校に同じ既得碑があるんでしょうか？そのつながりについて、ね、この石碑に語ってもらいたいと思います。それではカシミヤ号乗組員救助物語を始めます。1885年明治18年のことです。今から136年前になりますが、今から136年前の4月5日のことです。アメリカのフィラデルフィアから石油缶をいっぱい積んだ日本の神戸港を目指した一隻の帆船がありました。こちらをご覧ください。これ帆船です。マストがあっていっぱい帆がありますね。この帆に風を受けてこの船は進むんです。
その船は、カシミヤ号、あるいはカシミヤ号と呼ばれていました。大きさは長さが50メートルですから、プールでみんなが泳ぐところの2つ分、そして幅が10メートルの3本柱の大きな船でした。船の通り道はフィラデルフィアから大西洋と呼ばれる海を南下して南に下って、アフリカの一番南の端の希望峰を通りインド洋、そうして南シナ海、日本、それから太平洋に出るという、もう世界一周するような長い旅でした。乗組員は船長を含めて15名、アメリカやノルウェー、中国などいろいろな国の人々が乗っており、その半分以上は19歳から24歳までの若者だったそうです。割合に穏やかな航海でした。病人も出ない、あるいは海賊にも会わない、海の泥棒ですね。そして食料や水も、そして燃料もまだ十分残っていました。あと一息だ。みんなの顔は一段と輝いています。いきます。ところが日本の近くの海に差し掛かってしばらく経った時のことでした。突然天候が変わります。慌ただしく大空をかけていく不気味な黒い雲、立ち騒ぐ白波、帆を張るためのロープをきしませてうなる強い風、台風による大暴風に出会ったのです。ものすごいうなりとともにどっと吹き下ろしてくる激しい風、たちまち帆という帆は破れんばかりに膨らみ、その勢いで船体は大きく傾きます。全部の帆を下ろせ、船長の鋭い叫び声が響きます。強風の中、乗組員は素早く帆を下ろしました。ピカッ、ゴロ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 、すさまじい雷の音と叩きつけるような雨、海面は膨れ上がり、白いしぶきや波が船を襲います。しかし乗組員の努力も虚しく、船は壊れてしまいました。マストはね、やられてしまいました。パパーパパーパパー、真っ暗い闇の中で船長の息子のチャールズは何度も何度も声を限りに叫び続けました。しかし帰ってくるのは激しい風と波の音だけ。とうとう船は嵐のために全然動くことができなくなりました。ちょっと早かったですね。残っているのは一隻のボートとわずかなヤムイモ、これ、ま、さつまいもと思ってもらえればいいかな、と酢、あの食べる酢ですね、飲む酢です、ですだけでした。これからどうしよう。残る12人で話し合った結果、船を離れてボートで陸地を目指す者7名、そしてこのまま船に残って、そして助けを待つ者5名に意見が分かれます。そしてそれぞれ運を天に任せることにしました。これは現在立山漁港のにある舞徳海岸の写真です。荒れ狂った台風がようやく収まった3日目の9月15日の朝、安城村立山の武田六次さんはいつものように暗いうちから起き出し、舞徳海岸の近くで馬にある草を刈っていました。ふと腰を上げたその時、
彼の目にしたのは近づいてくる一隻の小舟と見たこともないような赤い変な服を着ている人々でした。妙な船じゃ、どこの船じゃろう。赤い服、もしかしたらこれらかもしれない。非常に恐ろしい病気なんですね。そこでこれは大変だ、村に上がられたら村はどうなる。翌日さんは慌てて駆け出し、河内栄三先生に知らせました。河内先生だったらきっと何とかしてくれるだろうと思ったんですね。村人数名で海岸に駆けつけてみると、7人は死んだように砂浜にぶっ倒れていました。がっちりした体、オレンジ色の洋服、赤い髪の毛、よろりと光る青い目玉、鼻も随分高い人々です。言葉が通じないので、お互いに目振り手振りで話をしました。なんとか通じたとき、青い目からは大粒の涙が次から次へと落ちました。七人を岩坪平左衛門さんの家に泊まることになりました。村人はその頃としては豪華な食事や風呂、着物までも準備し、夜には芋焼酎を交わしながら歌ったり踊ったりしました。夜が明けました。いよいよお別れの時です。お別れの時には村の子供たちや老人までが大河田のあの川の近くまで見送ってくれたそうです。これは米国人が漂着した舞徳海岸にある記念碑です。なお最初に発見した人は港に来ていた武田秀五郎の奥さんという説もあります。そのおばあさんが奥さんが駆け上った坂がこの坂です。先生も一度登ったんではなくて下ったことがありますけども、下るのものすごく大変なところでした。ということは登ったということは相当大変だったと思いますが、無我夢中で登ったんだろうと思います。9月20日20日ですね、漂流してから8日目。ここは太刀山から北へ20キロばかり離れた遺跡の流れ合いの海岸です。この海岸にいかだに乗った5人が上陸しました。その場所には今では美徳伝承の碑と、太刀山と同じように米国人漂着地跡碑が建てられています。それでは遺跡に上陸した5人の動きについて見ていきましょう。9月20日の夜、辺りは真っ暗です。そんな暗闇の中で松明、明かりですね、をかざしながら一人でタコやエビ、魚を取っている男がいました。ふと顔を上げると、4、5メートル前方に見たことのないような大きな坊主頭の化け物がいます。ひゃー、海坊主。さすがの怖いもの知らずの男もびっくり仰天です。恐る恐る松明をかざしてみると、化け物ではありません。日本人とは少し様子は違いますが、どこからか流れ着いた人のようです。遭難した人だと分かり、みんなと相談しようと5人の先頭に立って歩き出しました。そして海岸に一番近い鎌倉平兵衛さんの家に連れて行きました。その第一発見者こそこの写真の古田定吉さんです。そして定吉さんが連れて行った家のあったところには、写真のような解放の家の碑という石碑が立っています。驚いたのは平兵衛さんです。5人は水や食べるものもなく、飲まず食わずでいかだに乗っていますから、ひどく痩せ衰えていました。平兵衛さんが食べ残しの茹でた辛いもを差し出すと、その人々は飛びついてむしゃむしゃ皮ごと食べます。あっという間にたくさんの芋の入っていたざるは空っぽになりました。そのお礼にと差し出したのがこの水差しです。
ここにも書いてありますように乗組員が持っていたもので、この水差しに入れてあった酢を飲みながらいかだで漂流したと言われています。遺跡の村人たちもまた立山の村人たちと同じように親切に5人をもてなしました。そうしてカシミヤ号の乗組員12名は無事に本国アメリカに帰り着いたのです。それはアメリカを出発してから実に7ヶ月後のことでした。12人の帰国後、種子島住民の素晴らしい行動がアメリカで大きな話題になり、アメリカ政府はクリーブランド大統領の名前で感謝状と助けた人に金メダルと金25円ですねを、そして安城遺跡の2つの村に5000ドルの大金を送ってありがとうの気持ちを表しています。これが贈られた金メダルです。佐々木さんと平兵衛さんですね、2人に贈られています。そして安城遺跡2つの村ではこの大金5000ドルをどうやって使おうかいろいろ検討しますけれども、最終的にはですね、教育に使おう、これから続く子どもたちのために教育に使おうと決めます。そして5年後に記念碑を建てたんですね。これ5年後にできてます。ところで5000ドルというのは一体どのくらいの金だろうか、ちょっと分かりませんね。はい、5000ドルって一口で言うけれどもどれくらいの価値があるのか調べてみました。当時のお金では6641円、たったの6641円、千円札が6枚と641円ですよ。このお金はね、今だったらお父さんの大好きな焼酎、あれが4本しか買えない、5本は買えないの。たったそれ、人の命を助けたのに、しかも12人も助けたのに、たったそれだけと思うかもしれませんね。ところがですね、当時は卵1個が4輪、1円あれば卵が250個買える、ね、で、教員、小学校の先生の給料、ね、は2円から4円です、ね、そしてしかも6600円あれば軍艦が1隻買える。ここに軍艦の写真を出してみますが、この写真はこの頃使われていた藤山という軍艦です。長さが 56.4 メートル、幅が 10.3 メートルもあったんです、ね、軍艦というのは戦争のための武器とか設備を整えた船なんですけれども、それが1隻は買えるんですね。それからもっと言うと学校が3つできて、それでもまだお金が余るぐらい、学校が3つだよ、ね、すごくないのかだったそうです。この5000ドルをどうやって使おうかということでアメリカとも相談し、国とも相談し、6年生大隈重信って分かりますか、県とも相談しね、そうして教育に使おうということを決めるわけです。最終的には子どもたちの教育に使っていこう。なぜじゃあ教育だったんでしょうか、ね、当時の安城遺跡の村の様子を調べてみました。安城からいきましょう。人口は833人、小学校に行ける年齢の子どもが、これ学齢児童数といいますが226人、実際に小学校に入っている子どもは男子79人、女子10人で合計89人。じゃああとの137人はどうしたのかというと、学校に行けなかったんですね。行きたくとも行けない、そういう子どもたちが137人もいたんです。226人のうちの137人ですから、ね、半分以上が行けなかったことになります。職員が教師が1人、助教授が2人、
小遣いが一人だったようで、遺跡はどうだったかというと、人口265人、学齢児童数49人、学校に行きたくても行けなかった子どもたちが18人、同じね、やはり遺跡にも学校に行きたくても行けない子どもがいたということです。どうして行けなかったのか、それはお家にお金がなくて、貧しくて、学校にね、行けなかったんです。こういう状態でしたから、安城と遺跡の人々は子どもたちの教育のために使おうじゃないかというふうに決めていくんですね。じゃあ実際にはその5000ドルはどう使われたんでしょうか。まず安城遺跡両村で5000ドルですから半分ずつにしました。そして教育費として学校の施設とか、あるいは学校に行きたくても行けないお金がない人たちのにお金を貸したり、あるいはあげたり、そうしました。それから先生方の給料も非常に少なかったので、その給料を上げて、その代わりに今までよりももっと素晴らしい先生を呼ぶことにします。そうして教育程度も高まっていきます。遺跡ではその他にもですね、種子島で初めてだったんじゃないでしょうか、コンクリートでの橋を作ります。最強橋といいます。今は使われておりません。それから旧遺跡小学校を作るのにもその一部を使っているようです。安城でもですね、高校に行く人たち、こちらから通うのも大変ですから、あるいは下宿するのも大変ですから、西の表に寄宿舎というのを作って、そこにね、そこから学校に通わせる、そういうことをやっていますというふうに、いろいろな面でですね、非常に助かった5000ドルだったんです。じゃあどうしてアメリカの人々は安城や遺跡の人々にとって夢のような大金です、それを送ったんでしょう。ただ命を助けてくれたからではなかったんですね。実はですね、その数年前、アメリカの船がスマトラという海岸に漂着します。じゃあその人々はどうしたかというと、まず船のものを盗み、それから品物とかですね、お金とかそういうのを全部盗み、それから組んでいた船員とか水夫たちをものすごくひどく扱います。そうして命からがらアメリカに帰ってくるわけですね。そういうことがあったものですから、安城と遺跡の人々たちが身も知らない外国の方たちに、ね、自分たちが食べたこともないような食料を与え、衣服を与えね、それから怪我をしたら治療をしてあげて、そうやって無事に送り返しましたよね。そういうのがすごく心を打ったんです。身も知らない人、全く見たこともない外国人、その人たちにそういうね、優しさを発揮した、そういう村人たちになんとかお礼をしたいということが5000ドルにつながるということになるかと思います。ね、アメリカの人々のはその優しさとか親切な行動に驚き、感謝し、ね、感動しながら、それで5000ドルを送ったと決めたようです。はい、これは遺跡省での帰国祭の様子ですが、記念碑が建てられた次の年、明治24年から安城遺跡村では村人が集まって、先輩たちが行った立派な行動とアメリカ国民がしてくれたことに感謝する行事を始めます。その行事こそ今ここでやっている石碑祭りであり、遺跡小学校の帰国祭なんです。遺跡小ではですね、もう戦争中もアメリカと喧嘩をして戦争している、
その時もこの既得祭をやったというふうに聞いております。それくらい感謝してるんですね。これで私からのカシミヤ号についてのお話は終わりたいと思いますけれども、最後にですね、皆さんにぜひ読んでほしいカシミヤ号に関する2冊の本を紹介したいと思います。1つはですね、安城小学校の校歌を作った人、誰だか知ってますか？多分ミサオさんっていう人ですが、その人の書いた太平洋の架け橋、これはどちらかというと子ども向けに書かれています。と、もう一つはですね、南日本新聞社って知ってますね、はい、の大園純也という記者が書いが実際にアメリカに行って、ここに関係した人たちがその後どういう運命をたどったのか、子孫はどうしているのか、そういうことを取材しながらまとめた太平洋に架ける橋、名前に似てますけどね、があります。これ市立図書館にもありますので、ぜひ興味のある方、ある人はまた読んでみてください。今話したことよりももっともっと詳しくその様子がわかるかと思います。これで、安城遺跡両考古が世界に誇るカシミヤ号乗組員救助物語を終わらせていただきますが、時間先生ございますか？ですね、カシミヤ号はですね、いろんなところでいろんな影響を与えています。それをちょっと紹介しておきます。カシミヤ号のお話とも関係しますので、ぜひあとしばらく、ね、お付き合いください。